ちらは NEXCO 東日本です。午後2時50分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに京葉道路東京方面へ走行中の方もお知らせします。12キロポスト付近の花ライン帯を先頭に18キロポスト付近の竹石インターまで5キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて7号小松川線上り方向の情報です。6号向島線江戸橋ジャンクションを先頭に錦糸町まで4キロほど交通集中のため渋滞しています。ハイウェイラジオ京葉道路神奈川よりお伝えしました。